一旦は手放すんですけど、もっと他にいいものが見つからなかった場合に、あれは良かったなって後悔するっていうふうに思います。どうもショペンです。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。今回は僕が手放して後悔したものについてちょっとシェアしてみようと思います。はい、僕が最初一発目断捨離したのは2015年の4月ですね。物の量を8割ボーンと減らすっていうことをやったわけなんですけども、それから1年経ってその1年間を振り返るのと、まあ、今こう5年目なんで、その5年経って振り返ってっていうのとまたちょっと感じ方が違うと思うんですよね。そうなので、まあ、5っていう、まあ、節目な数字っぽいじゃないですか。そうなのでちょっと振り返ってみようかなと、個人的なちょっと手放し後悔したものっていうのを紹介してみようと思います。それでは本題いきましょう。はい、じゃあまず一つ目はですね、こちらの MacBook Pro の13インチです。はい、どういうことですかっていうと、僕2015年の終わり頃に、一回この MacBook Pro のを手放して、iPad Pro に切り替えた時があったんです。そう、で、なんでかっていうと、その時 iPad OS っていうのが登場しまして、あ、これはちょっとノートパソコンもういらなくなるぞということで手放して、実際に iPad Pro で使ってみたんですよ。で、そしたら、確かに、文章書いたり、連絡したり、Word、Excel、PowerPoint も作れるし、動画編集もできるしっていうので、ものすごいこう快適にできてる、身軽に作業できるなっていう確信は最初あったんですよ。でも例えばどこかから画像を引っ張ってくるよっていう作業をすることでも、例えばパソコンだったらドラッグ&ペーストでフュッて一発でできるんですけど、それが iPadOS になるとなんかもうすごい手間がなんか5ステップぐらい増えるんですよね。めっちゃ時間かかるっていうのが、まあ、その当時思ったことです。でもその後 MacBook Pro に戻っても良かったんです。でも逆にその超効率的な快適に仕事できる環境を味わってみたらと思ってこの iMac を買っていました。そしたら超快適です。超快適。そう、10時間ぐらいぶっ通しでここで作業してても疲れないですから、やっぱすごいなって思いますね。そう、ただこれは固定されちゃうんで、例えば気分転換にカフェでノマドって言ってやろうと思ったりとか、あとは旅先でこうやってパソコン作業したいなって思った時にはできませんよということで、まあ、やっぱちょっと古希としての役割を果たすためにこの MacBook Pro を買ったという感じでございます。これからもですね、しばらくはこれを使っていくと思いますけども、とりあえずこれ手放さなくてよかったよねっていうことで、これはまあ手放し後悔はしてます。で、続いて2つ目なんですけども、吸水バーです。はい、まあ、このチャンネルに登録してくれてまだ日が浅い方ってどういうことっていうふうに思うと思うんですけど、僕はこの畳1畳でできる自重トレーニングっていうものをまあ日々やっているわけです。で、その中で背筋を鍛えるのあるんですけど、自宅でもその懸垂バーっていうのを置いてまあやってました、前の物件では。なんですけど、この物件に引っ越してからはやっぱその懸垂バーを置くと、まあ景観がね、ちょっと見栄えがあまりよろしくないなっていうことで手放したんですよ。で、まあ、近くにジムもあるわけなんで、ちょっと一旦ジムに通いながら鍛えてみようっていうことでやったわけなんですけども、やっぱりジムって通いづらいですよね。本当にジム通い続けてる人って尊敬するんですけど、僕はやっぱ続かなかったです。ああ、ちょっと懸垂バーがあったら今もちょっと懸垂して背中鍛えられたのになっていう後悔はあります。そう、でもじゃあ買いますかって言われたら買わないですね。うん、やっぱ邪魔なんで続いて3つ目はメントレノートです。はい、こういったノートがあるんですけども、僕前の動画でそのミニマリストだけどもこれは捨てられないっていう動画で、そのメントレノートっていう動画をアップしたことがあるんですね。で、僕1年で10冊ぐらいノートを書くんですよ。何をやってるかって言ったら、まあ、ひたすら頭の中にある言葉だったりっていうのを文字に起こして視覚化するっていうやつなんですけども、それを毎日ずっとやってて1年10冊ぐらい書くんですね。場所も取るし、保管めんどくさいし、どうしようっていうことで、まあ、確か引っ越しのタイミングで手放したんですよね。でもやっぱ後悔ですね。例えば動画でメントレのお話をシェアするときも、僕はこれだけこうノートを書いてきたっていう実績があると、まあ、ちょっと説得力にもつながりますからね。ネタとしてのアイテムを失っちゃったっていうのはちょっと後悔としてはあります。そうなので、まだ今これ書いてますけども、これが埋まったらこれはちゃんと大切に取っていこうと思います。あと後悔したものですよね。まあ、ほんとそんぐらいですね。まあ、例えばその公的書類だったりレシートだったりって、まあ、そういったので捨てて後悔してもないんですかっていうふうに、まあ、よく聞かれることあるんですけど、こんな感じで5年間保管し続けてるんですよ。逆にこれは手放したいです。まあ、今回5年目ということで振り返ったら20個くらい出てくるのかなと思って、それネタになったら面白いじゃんって思ったんですけど、今回3つだけと
いうことですね。手放したことで後悔して買い戻したのは MacBook、 手放して、いやでも別に後悔してるけどいいやってなってるのは懸垂バーで、手放してもう一回取り戻したいけどもどうしようもないですってなったのはそのメントレノートっていう、まあ僕今こうやってお話で思ったんですけど、3つの中での共通点というのはその行動は続けていると。例えばトレーニングだったり、そのパソコンで仕事だったりとか、あとはメントレは続けてますよと。でもっと他にいいアイテムがあるんじゃないかということで一旦は手放すんですけど、もっと他にいいものが見つからなかった場合に、 あれは良かったなって後悔するっていうふうに思いました。例えばあの壁と壁にくっつけてこうやってあのトレーニングするやつとかあるんですよね。あれいいなって思ったんですけど、じゃあ今この物件できるかって言われたらめちゃ怖いですし、多分ちょっと厳しいですし、幅も結構あるんで、まあ、難しいと思います。ノートパソコンよりも身軽で便利なんじゃないかっていうことで iPad 買ったんですけども、結局ノートパソコンの方が便利だったっていうことで、まあ、あの一回手放したことは後悔しました。まあ、これからはちゃんとそのお試し期間というのを設けて、ちゃんとこう実験両者比較して、じゃあちゃんと使うのはどっちかっていうのでちょっとやっていこうと思います。はい、物を持たない生活を送って5年経って今でも後悔しているものってことでちょっと紹介していましたけども、3つでしたと。懸垂バーとメントレノートとあと MacBook Pro ということで、はい、シェアさせてもらいました。はい、ということで今回の話がちょっと面白かったで参考になりましたと感じていただけた場合は、グッドボタンとチャンネル登録ボタンをポチッと押してくれたら嬉しいです。はい、ということで今回も動画をご覧いただきありがとうございました。